級員徳川です。ね、何か届いたんですよね。で、これジオンって書いてるでしょ。僕ジオンで買い物した覚えもないし、ジオンからの、レビュー依頼を受けた記憶もないんですよね。何が届いたんやこれってガチで何が入ってるかわからない。カラーフィルター、ソフトボックス、ライト、ライトなんか俺レビュー依頼受けたっけ。箱がもう頑丈にパッキングされすぎて、ちょっとよっしゃ、なんじゃこれ。どんな、あー、わかったわかったわかった、ゴドックスや。ジオン、え、ゴドックスはジオンなの。ジオン関係あらへんやん。ワンヨーフェンさんから届いてるって書いてるから、ゴドックスっていうのがちょっとわからなかったですね。はい、このこの依頼は受けました。だいぶ前の話なんですけど、これゴドックスの、ゴドックスっつったら照明の会社ですよね。ゴドックスの面白いライトなんですよ。これちょっと開封して使ってみましょう。さあ来ました、これです。こういう照明スポットライトです。これが S30 という、まあ、LED スポットライトの本体で、で箱が1、2、3、映ってへんから、映ってへんから、箱が1、2、3、4つ入ってます。あ、テーブルね、アダプターですね、 AC アダプター。これは、あー、なるほど、この本体が入るバッグかな、バッテリーのチャージャーね。ライトにつけるバンドアですね。おー、こう遮ったりとかで、さらにこのバッグとか、この色彩効果組って書いてるのはこれフィルターやね、多分カラーフィルターと、それからこれは SA07、 これちょっと開けようか。さあ、何やろね、これお好み焼きのコテみたいなのついてましたけど、これ何や、ちょっと分かんないです。後にしましょう。開けてみたけど、ないないしときましょう。あともう一つね、箱があるんですよ。これも一応ちょっと中身だけちょっと確認しようか。何これキャンプ道具みたいなの出てきましたけどね。なんすかこれ。あー、はい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 、レンズみたいな感じですけど、まあレンズなんですよ、レンズなんですけど、これはあのスポットライトなんで、そのスポットの径をすごいちっちゃく絞ったりとかするためのものですわ。順番に行きましょう。どうやってレビューするかちょっと考えてからやらんとね。わかったわかった。ジウンの箱で届いたけど、ジウン全く関係ないです。あのゴドックスのライトの、動画になります。ということでドーン行きましょう。ドーン。さあまずはこれを点灯させましょうね。ちょっと詳細見ていきましょうか。本体の詳細を。ゴドックスの LED スポットライト S30。 ここがまあすごい、もうレンズ入ってますけど、これがまあ光るんでしょうね。ここがね、嫌な予感するのが、このファンがついてるのがどれぐらいそのファンの騒音がするのかなっていうところね。ここはちょっと気になりますよね。動画撮るんだからね。ここがまあいろいろステータスを表示するためのディスプレイと、でここがダイヤルになってますね。ここでコントロールするんでしょうね。くるくる回って押すことはできないのかな、うん、ここは、あ、回りますね、回りますね、うん、よし、とりあえずじゃあ電源入れてみましょうか。ではスイッチオン。あ、ついた。スポットライトですね、本当に懐中電灯みたいでしょ。うわ、カメラがこんな感じで今 100% 5600K と出てます。当然ここで、光量を 1% ずつこう変えることができます。あ、10% までか、うん、10%、 10% ですねこれね、うん、100% まで変えることができます。で、色温度はここかな、このダイヤルで。あれ、色温度は変わらないね。
これさ色温度5600、まぶしい。これはね、ここのダイヤルは光の拡散ですね。これこっちに回していくとライトが広がるんですよ。わかりますかね、範囲が大きくなっていってるのわかりますかね。うん、これが一番こっちに回した感じ。範囲が広い、範囲が広くて、でこっちに回していくとだんだん光が絞られていく、ちっちゃくなっていく、ちっちゃくなっていく。あ、ここまでですね。こんな範囲ですね。色温度変えられへんのかな、5600から。5600ケルビンは変えられへんのか。バイカラーではないんだ。バンドはつけてみましょうか。ここのつまみを開いてこう入れて、でこうね、バンドは回るね。あー、もうすごいね、すごいな。完璧にこの光をボックスにしてしまえることができるね、こうやって。よっ、うん、完全にこう漏れないように四角くしてしまうことができる。すごいじゃないですか。どう使うねんって話でしょ、どう使うねんって感じでしょ。でももっと物撮りをかっこよくしたいんですよ。これでライトが絞れるってことは当てたいところに当てれるってことでしょ。今までの LED ライトやったらもう全体がフワーって明るくなってたでしょ。ハニカムグリッドをつけたとしてもそこまで絞れなかったはずだけど、これであれば一番ちっちゃく絞った状態でこれ広げたら、だん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 これね、照明の位置変えてないですよ、ライトの位置変えてないけど、ここまで広げることもできるし、ぐーっとライトを絞ることもできるという感じですね。うん、色温度は可変じゃないんやな、フィルターで色は変えてくれということかな。うん、なるほどなるほど、いいじゃない。これどう使うかな。ゴドックスの S30 について少し学習してきました。なかなか面白いですよこれは。はい、こちらにね簡単にセットアップしてますけども、このアームね、これ稼働するんで、こんな感じで、よいしょ、このスピゴットでねライトスタンドにこう乗せてるというような感じです。まあ回転もできるし、上下の角度調整もできますよと。電源は今 AC アダプターからね、コンセントから取ってますけども、ついてきたこれね、これはこのソニーの FP のバッテリーで駆動させるためのもので、バッテリーをつけてですね、このアームのところに、4分の1ネジがついてますんで、ここにこう取り付けて、このバッテリーから給電させることもできると。またね USB のケーブルもついてます。なんで、モバイルバッテリーから給電させて、点灯させることもできるということですね。ここのボタンでライトのオンオフ、まあ電源ですね、はい、これで点灯しました。今 40% の光量で、ライトを照らしてます。ここのダイヤルでライトの光の大きさを調整します。今壁にライトをね、照射してますけども、光の輪っかの大きさがちっちゃくなっていってるのが分かりますかね。はい、これが最小です。で今 40% なんですけども、光量を強くしていきますね。はい、これで 100% になりましたと。まあ、こんな感じですね。で、色温度5600Kと出てますけども、これ可変ではないんですね。5600Kン固定のようです。色の変更はですね、こちらのカラーフィルムを使いますね。まあ、例えば、まあ、こういうオレンジ色のフィルターみたいなものをここに1枚こう入れてあげると、はい、こんな感じで色が変わったの分かりますかね。紫とか入れてみましょうか。紫、はい、青、はい、まあ、こんな感じですね。うん、
これだからもう本当に舞台用の照明と一緒ですよね。うん、バンドアを取り付けています。これも同じようにここの溝にこう引っ掛けるだけですね。引っ掛けて上のロックをかけるとガスッと、はい、四角くなりました。バンドア回すとねよくわかると思いますけど、こんな感じで光の形をまあシェーピングできるということですね。はい、付属のレンズユニット、これはですね、よいしょ、はい、まあ、こんな感じで、光の輪っかの輪郭をはっきりさせることができるんですね。はい、まあ、こんな感じかな。うん、まあ、ここでそのレンズのね、長さを調整してピントを合わせることができるんですけど、まあ今この壁だったらまあこんな感じがいいかな。うん、もう完全にスポットライトですね、これね。このレンズは今回僕のところにはこの 85mmF2.8 のものが入ってたんですけども、これは 65mm とか 50mm とかもあるみたいです。で、このお好み焼きのコテはですね、ここの間に挟み込むことでこれまた光の形をね変えることができます。まあ、こんな感じでね、こう半分切ったり、うん、こんな形にしてみたりとかね、思い通りに光の形をコントロールして積極的に演出を入れていくというようなシーンで活躍するライトなんだと思います。で、もちろんねこういうソフトボックスもあります。これはディフューザーにグリッドもついてますけども、これを同じようにここにガスッと入れて、うん、まあこうすることで普通の人物撮影の時のライティングもできますよね。うん、はい、という感じでですね、今回僕の手元に届いたのはこれで以上なんですけども、このゴドックスの S30 にはですねもっといろんな面白いオプションがあるみたいで、例えばこのライトにグラデーションをかけたりとか、もっともっとちっちゃくくっきりはっきり絞ったりとかね、あとは壁に、いろんなパターン模様を投影させたりとか、海外の YouTube に、このゴドックスの S30 についての動画が結構上がってますんで、よかったらそちらの方も見てみてください。はい、はい、ゴドックスの S30LED スポットライトですけども、まあ、これは撮影用照明機器の中でもかなり変わり種ですよね。なかなかだからこういうのが欲しい、これが欲しいと思われる方はまだまだ多くはないと思うんですけども、まあ、この動画を見て気になった方はですね、下の方にリンク貼っておきますんで、そちらからより詳しい情報をご覧になってください。はい、で、僕はこれをどう使うかなんですけども、僕もですね、このプロダクト自体に興味が湧いただけであって、これをどのように使うかというところまでは全然考えがまとまってないと、使い道が全くまだ決まってないというような感じですね。ただまあ毎日のように動画制作をやってる身としては、こういう照明機材っていうのは本当にいくつあっても困らないというか、変わり種が1個あるとね、またそこから、こういうものを撮ってみようかなとか、いろいろ可能性が広がると思うんですよ。新しいアイデアが湧いてくると思うんですよね。だから結構ワクワクしてます。この機材が来たことによってこれから何やったろうかなみたいな感じでね、ワクワクする感じはありますね。また何かこういう使い道が見つかったよとか、こういう風に普段使ってるよっていうのが、見出せたら、また動画を作るかもしれません。はい、ということで、これで以上となります。また次の動画でお会いしましょう。ギュイン徳川でした。バイバイ。眩しい、ほんと眩しい。